9日放送のラジオ番組で山下達郎さんが語った言葉の波紋が未だ広がり続けていますすでに多くの報道があるので詳細は避けますが山下さんが語ったのは主に音楽プロデューサー松尾清さんが所属事務所スマイルカンパニーから契約解除された件に対する釈明 しかし、約7分間にわたる釈明をしたにもかかわらず、ネット上の声や記事は、山下さんの作品や功績にも悪影響を及ぼしそうなほどネガティブなもので覆い尽くされています。注目すべきは、山下さんの語ったことすべてが炎上につながったのではないこと。冷静に釈明ができていたところもあったのに、いくつかの言葉がスイッチになり、炎上に向かってしまったのです。 山下さんだけでなく、今週も広末涼子さんとの不倫騒動で続報があった鳥羽周作さんと、松本人志さんへの批判動画の続報があった中田敦彦さんも含め、釈明をしていたはずなのに、炎上に向かってしまうのはなぜなのか、年齢も立場もスキルも異なる3人には炎上に向かうどんなスイッチがあったのか、それはビジネスパーソンにとっても十分参考になるものなのです。 冷静さを書き感情的になる瞬間山下さんは9日放送のラジオ番組「山下達郎のサンデーソングブック東京 FM」でまず松尾さんとの関係性について語りましたその内容は主に顧問料をいただく形での業務提携であり雇用関係ではなく解雇に当たらないことと事務所の社長判断に委ねる形で行われ 私が社長に契約解除を促していないし長い間会っていないことの2点事実関係を過不足なく説明できていて突然山下さんの名前を持ち出した松尾さんに問題があるのではと感じさせました山下さんは次にこの度、松尾氏がジャニー北川氏の性加害問題に関して憶測に基づく一方的な批判をしたことが 契約終了の一因だったことは認めますがそれだけではありません他にもいろいろあるのですが今日この場では触れるのは差し控えたいと思いますなどとコメントしました松尾さんの主張を「契約終了の一因」として認めたことと「他にもいろいろある」と語りながらその詳細を明かさなかったことも何の問題もないでしょう 以下は、ネチズンンののコメントをまとめたものです聞き手の気持ちをなだめ納得させ炎上を避けることを目的に発言しているのであれば記事の通りだがそもそも和者の目的がそうではない自分が悪いと思っていない人間は釈明などしない言いたいことをありのままに言っているのであり失言ではないただの説明であり気持ちやスタンスの表明をしているだけ 釈明、失言は聞き手が勝手にそう判断しているだけ炎上は大衆が勝手にしていること記事タイトルの人物らの事例ではそうした話者と聞き手の根本的な認識の違いがあるのだろうと思う人は誰しも仲良くなった人や恩を感じてる人や尊敬する人をかばいたくなる気持ちはあると思います。反面、 良い印象を持たなかったり自分に不利な人を批判したくなる気持ちも持っていると思います。しかし、そういう感情だけでかばったり批判してはいけないとも思います。こうと罪とを自分の中でしっかりと分けて発言するように自分も気をつけたいと感じます。 達郎さんは、アキナが歌った「駅」に対する不満の件にしても、奥さんバージョンを収録したアルバムのライナーノーツでわざわざ文字にしてしまう人であり、この20年ほどは新婦はわずかで、過去の作品をいじって CD、レコード、さらにカセットで再発する人なので、完璧主義というか、自分大好きというか、そんな印象は持ってます。 ドラマ「新参者」が好きなので主題歌も買いましたもともと個性や人柄も好きで曲を聴いてたわけではないので今後も聴きたくなったら聴くとは思いますがもうすぐ発売される久しぶりの新曲を連日 CM で耳にしますが最後の一言に関しては長年の熱心なファンをも含めたものなのか 真のファンなら離れていくことはないというおごりがあったのか、そこは気になります。めちゃくちゃ参考になった、つい感情的になってしまう、本題と離れた熱弁、最後に本音をぶちまける。読んでて途中から、山下とか中田とかどうでもよくなった。人ごとに思えず、自分のことに置き換えて真剣に読んだ。対人トラブルは人生につきもの。 人生に役立つ記事。最後に本音ぶちまけてすっきり終わらせたい、は、個人的にやってしまいそうで震える。怖くなってきた。本当に気をつけないと。なるほど、と思わせられる分析でした。ただ、山下氏の松尾氏とは個人的つながりが薄く、契約解除は社長の判断、との発言を。筆者は、事実関係を過不足なく説明、と評価しますが、 この点実際には視聴者を納得させられなかったのでは松尾氏が事務所に誘ったのは山下氏で家族ぐるみの付き合いと話した後だったからです少なくともラジオのゲストや新婦の帯コメントなど直近のビジネス上の交流はあるわけでさらにスマイルカンパニーは山下氏の個人事務所という性格が強いと見なされています これだけなら、ジャニーズ事務所と関係が深い小杉家の差し金かなという解釈もできますが、山下氏が義理人情まで持ち出してジャニー喜多川を熱烈に称賛したことにより、あれ、この契約解除は山下主導じゃね、と思わせてしまったのではないではないでしょうか。自分の場合は、 発達障害があって周りと感覚がずれてる部分もあるから感情的にならなくても変な発言をしてしまって品縮を買うことはあるただ幸いなことに有名人でもなければ発信力も全くないから仮に炎上しかけたところでも消してしまえば全てリセットできる ただ芸能人の場合は投稿してしまった瞬間にすぐ拡散されてしまうからそれで後悔して消してしまったところで後の祭りどころか場合によってはさらに火に油を注ぐ結果になりかねないだから有名人は何か発信するときは投稿する前に事務所なりマネージャーなり第三者に確認してもらって慎重にならないといけないのではと思う 実際に初期の頃のブログとかでは事務所の検閲が入って大丈夫と判断したものを反映させていたはずだけどいつの間にか芸能人が SNS でダイレクトで投稿するようになってから炎上することが増えたような気もする確かにこの3人いずれも内容は私も釈然としない部分があった実際に私も退職直前上司にこれだけは言わせてください と最後にその上司への不満を話したときヒートアップしてしまったのは反省点でもありでも言わずに辞めるのも悔しくて話したことを思い出した人は話しているうちにある時点での自分の憤りの感情が溢れてしまうときがあるのは体感した 私の時は一対一だから周りからの誹謗中傷はないけれど、マスコミや SNS、放送になってしまう状況であればなおさら感情を抑え、聞いている人の気持ちに配慮する必要はあるだろう。女性はおしゃべり、とか無駄話ばっかり、なんて世間はよく言うけれど、男性の方が噂話好きだと私は思います。わら